どうもバース店長です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はちょっとね、またイベントもちょっと終わりまして、一旦店内で、ね、ちょっと少し雰囲気がねちょっと落ち着いてまいりましたと思いきやですね、ちょっと、ね、またちょっと店内映して見て、またほらここら辺ちょっと変わったの分かりますか。前ねここに中2階があったのを僕 あの友人の古着屋さんのところに移設して、その工事が先日終わったんですけど、ここねだいぶ売り場の面積広くなりました。で僕らもちょっとこうお店の見せ方自体もいろんな見せ方ができるようになったんで、結構いつもどういうレイアウトにして見せようかっていうので結構ね悩んでるんですけど、皆さんも実際お店にね来られると雰囲気も多分すごい変わってると思うんで、またいろいろ楽しめると思いますんでね、ぜひ店頭にも遊びいらしてくださいね。今日は何を紹介しようかな。皆さん何見たいですか。多分ねいろんなものをみんな皆さん見たいと思うんですよ。でもちろん羽織もそうだし、そうね最近僕結構ね三原さんのところばっかりアイテム紹介してたんでですね、そうね。でこの辺はねほらタークでベルダー、これね、ここ URL 貼っときますけど、先日ね梅田君がまた白のスタイリングでね紹介してくれたんで、結構ね春っぽいアイテムとかもいろいろこう店内に入ってきてるわけですよ。あ、皆さんすいません、すいません、チャンネル登録お忘れじゃないですか。はい、チャンネル登録ですね。今日も皆様に有益な情報をですね、アイテムの紹介スタイリングの紹介しっかりやっていきますので、よかったらチャンネル登録といいねボタン忘れずにお願いします ね。紹介してくれるんですかね。そうね、今日ね、そうや、この前ね日曜日ね立ち上がってきたアイテムちょっと紹介しましょう、ね、今日はね、そうしよう、よし。で今日はね紹介しますアイテムは、今日はジョン・メイソン・スミスね、ジョン・メイソン・スミス、ジェーン・スミス、先日の日曜日に大量に立ち上がってきました。で、ジェーン・スミスはレディースのブランド、ジョン・メイソン・スミスは、メンズのブランドだと思ってください。で、共通品番も結構ねたくさんあるブランドなんですけど、結構この前の週末も結構レディースがね先に結構売れてましたもんね。なんかほらちょっと映してみる、レディースのこういうねサンダルとかももう入荷してますんでね、ぜひね店頭でもねぜひ見らしてください。で今日は早速ね、僕もいきなりねちょっと自分のやつをもう早速着ちゃってるんですけど、どうですか、パッと見の印象で言うと意外と見た目サラッとしてますよね。こう柄もちょっとねこういうオリエンタル柄で、まあ、いわゆるフラワーモチーフです。じゃあ今日もこのシャツを紹介しましょう。本日はですねジョン・メイソン・スミスのフラワーシャツをちょっと紹介していきます。詳細まで概要欄入ってるんで、僕話もちょっと割と端折っちゃうところもあると思うんで、そこら辺はね詳細の部分で見ていただけたらいいかなと思います。でこのシャツの特徴、まずね僕が着てるんで早速見てみると分かるんですけど、やっぱ一番目を引くのはね多分この柄だと思うんですよ、ね、黒に青のフラワーモチーフ、結構これは男性の方もめちゃくちゃ取り入れやすいと思いますよ実際。でねあとは見て首元、これね首元はマンダリンカラーになってまして、ボタンはなんとチャイナボタンです、ね、ちょっとね黒なんで分かりにくいと思うんですけど、ほらこうやってね見てみるとこういうフロントがボタンフライとかじゃなくてこの留めになってるんで、雰囲気はね割とこうオリエンタルな雰囲気をねすごいまとってる一枚なんですけど、めちゃめちゃ色気もある一枚ですよね。ここら辺はもう僕は、まあ今日多分スタイリングだけで見ると分かると思うんですけど、結構シンプルにさらっと合わせるだけで非常に雰囲気が出る一枚じゃないかなと思います。でね素材はレーヨンとキプラのちょっとね落ち感のある素材になってます。でもね生地感はね割としっかりしてますね。一応ねここは全部刺繍じゃなくて全部ジャガード織りになってます。でジャガードっていうのは
あのこれあのジャガードの一番いいところっていうのは、ね、割とね繊細な柄っていうのを、ね、表現できるっていうのがポイントなんですよ。で今回の素材感っていうのはレイオンとキプラの素材なんで、そんなに厚みのある素材じゃないんで、普通のジャガードだったらちょっとこう厚みがね結構ねここの刺繍の部分だけ出ちゃうんですけど、これね細かいことにね裏のねジャガードのね裏のね糸っていうのはしっかりカットしてて厚みが出ないようになってるんですよ。なんでパッと見なんかね刺繍してるような感じの雰囲気にも見えるんですけど、一応これでねジャガードです。結構手の凝ったことやってますよね、さすが吉田さん。結構細かいディテールもそうなんですけどね、このいわゆるチャイナボタンのマンダリンカラーになってるんで、あの割とねあの雰囲気的には何だろう、そんなクラシックなイメージないかもしれないんですけど、例えばねこういうね街の部分であったりとか、しっかり、ね、裏も街で補強がされてあったりとか、あとまあ男性のシャツね、まあ一番まあ一番の指標となるようなところって言ったら、例えばこの脇下がですね、まあ三つ折りだったりとか本巻き縫いだったりとかいろんな種類あるんですけど、今回はねあの三つ折り の縫い方になってます。こうステッチがこう2本入るような入り方になるんですけど、これはね見た目もそうなんですけど、あの着心地にもだいぶ影響してくるところの作り方ではあるんで、意外と皆さん知っておくと結構いいかもしれないです、ここら辺はね。で今ね僕がね着てるのでサイズは M です。これでなので170cm63kg の僕が着てこのサイズ感なんで、若干ねゆったりめではあると思います。でもまあめちゃくちゃ着やすいよ。これはどう？かっこいい。須野さん似合いますね。まああのなんやろな、あのなんか普通のこう襟付きのまたシャツとはまた全然ちょっと雰囲気も違うし、まあ、普通に着て開けて着るだけでも全然いいかもしれないですね、ここら辺は。でも違うんですよ、僕が紹介したのは本当はこういうことじゃないんです。普通にシャツの紹介をしたいわけじゃないんですよ、ね、シャツを使った春のスタイリングっていうのをね僕ぜひ紹介したいなと思うんで、ちょっとねこの本日はねこのジョン・メイソン・スミスのこのシャツを使ってちょっとまた一つスタイリングしていきたいと思います。じゃあちょっと早速着替えてきてます。はい、じゃあ早速ちょっと着てみました。今日はねこれどう、俺の背中は、いや、いいっすね、いや、でけーっすね、背中でかい、やっぱバックがいいっすね、背中がいい、どう、いやいや、たぶん寄ったらでかいっすね。やっぱね、バックスタイルね、自分では見えないからちょっと確認しますけどね、後でね。このね、今日はねこのマインデニムの超スペシャルアイテムね、これね、先日ね、誰が紹介してくれて、僕が紹介しました、海が紹介してくれたか、はい、ね、ちょっとね、見てもらうと分かると思うんですけど、ニルバーナです、はい、ニルバーナとマインデニムのコラボレーションのブラックのジージャンね。まあ、一番シンプルだけど何気に一番キルくない、こういうのが一番きます、そしてかっこいいね、一番いいよね、こういうのがね、ちょっと外出るの髪多分、まあ、今の時期はね、だいぶこういうスタイルはちょっと早いと思うけど、見てみて、ちょっと全体外に見たらこうちょっとみんなイメージ湧くかも。春先こういうスタイルしたいですよね。ね、まあシックだけどね、結構いいよね、こういう黒のスタイリングで、なんか、なんやろ、若干やっぱ遊びもありつつね、程いい感じじゃないかな。まあ僕、今日はねそんなにレイヤードしてるわけでもないんで、さらっと着てる感じやけど、一番なんか僕らやっぱ40代の世代には一番刺さるやつじゃないですか。何でしょうね、なんか男の色気もあるですよね、大人な雰囲気というか、てかこのジージャンさ、これ綿100、これ、そうなんですよ、今回のやつだけ綿100になってるんですよ。やけど結構なんか伸びるね、なんかすごい伸縮性を感じますよね。いや感じる感じる、めちゃくちゃ。でほら形もね、俺たちの好きなセカンドのタイプなんで、間違いない形ですね。ね、めちゃくちゃいいよね、こういうの。マインデニムは再現度高いですよね。ね、かっこいい。ちょっと引き出取ってみます。あ、全身取れてる。入ってます。取れてる。
の背中。背中がいい。でしょ、レイヤードできてるのがいいですよね、色が。いや、マジいいよね。入ってくるんで。なんかほら、ほどいい遊びをね、僕、同世代の人とか、まあ、そうやな、普段なんか、あんまりこうね、最近よく買ってなかったけどっていう人とかも、意外とね、こういうスタイリングだったらさらっとね、取り入れやすいかもしれないですね。ほら、イメージも湧きやすいじゃないですか。こうほら、この上からコートとか羽織ってあげたりとかね、してあげたらいいわけやし、まあ、なんやろな、こういうライトアウターもあって、重めのアウターもあって、こういうシャツ。で、こういうシャツとかはもう季節もそんな関係ないし、ずっと着れちゃうからですね。だから、もう皆さんもこういう着方で着てもらったらいいんですか。で、よくある質問、ね、これマジめちゃくちゃある。あのね、ショートブルゾン着た時に、たけー、出すぎじゃないですか、ね、うん、あのこういうの最近、結構、ね、ちょこちょこ、まあある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 なんですけど、関係ないです。たけは全然出ていいです、はい、むしろ最近のやつちょっとこうシャツとかカットソーとかも結構みんな緩いの着てるから、うん、全然ね、多分気にされなくていいと思います。で、バインディングのやつは着丈もしっかり長いタイプなんでね、結構ほら、ベルト位置がウエストの位置がここか、ここからこの位置まで来てるんで、うん、結構長い方だから着やすいからそんな気にされなくていいですよ。で、これ僕が着用してるのはサイズ2の2です。2サイズ2で、こっちも M なんで、大体僕大体このぐらいのサイズ感でちょうどいいぐらいな感じですね。皆さんいかがですか。ごめん、まさか。あの今日ね、わざとね、分かりやすくちょっとシンプルな感じにちょっとやってみたけど、何乗ってほしそうにするね。いやいや、これまさか。はあれ、もういやいや、そんなことない。まあ、じゃあ一応やってみるよ。一応、いや、俺こ、もうなんか最近俺、ついやっちゃうってさ。でも、あの、バイク、バックスタイル大事なんで、本当に。これ冗談抜きで。これは。絶対ね、バックを入れちゃうんで。どういいっすね。しかもこれ、何でしょう、このピンストライプと合いますね、このバイクの赤の、ね、こういうね、こういうコントラストね、こういうの大事でしょ。すいません、ちょっとこう、ねだっちゃってすいません。いやいやいや、いいもうなんかあの、お前がめちゃくちゃ欲しがっとってしまってちょっと、俺もやってしまったけど、また前回もやっとんのにやったけど、なんかいいかなと思いながらやったけど、まあまあこんな感じですかね。で、あの、今ね、あの春夏やったのがとにかくめちゃくちゃ立ち上がってきてるんで、あの男女関係なく本当ね楽しんでもらえる時期なんで、ぜひねいろんな人にね本当は見てもらいたい、本当はね。でもまあいろいろね、職場の環境もあってね、家庭の環境もありますよ。お子さんもいる、ちっちゃいお子さんがいらっしゃるところだからね、あの外にね出にくいっていう方も結構いらっしゃると思うんで、この動画をねおかずにしながらですよね、お酒でも飲んで、まずはちょっと春先に向けて少しここ頭のイメージですねを養っていくっていう意味でもすごくいいんじゃないでしょうか、うん、まああの僕になんか今度あのなんかみんなで例えば YouTube ライブとかいろいろねできたら、なんかこう質問だったりとかね、例えばいいですよ何でも、うん、あの家ってどこで買ったんですかとかでもいいし、どこのインテリアがいいですかでも全然いいしですね。で逆に言ったらほらお店に来るとそういう質問めちゃくちゃされるから、確かに多いですね、うん、そう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 、ね、なんかちょっとした質問ね、うん、あの幼稚園がいいんですか保育園がいいんですかでもいいと思うし、全然普通関係ないみたいなやつでも全然いいですね。でも本当あのそういうのすごい大事なことだと思うんですよ、ね、ちょっとしたことなんかほら僕みたいに少しちょっと上の世代の人があのいるっていうだけでもそういう話もできるし、お洋服だけじゃなくてね。で僕、まあ、このチャンネルではもちろんね洋服やっぱ、まあ、うちはファッション屋さんだからファッションをね専門にやっぱ説明はしますけど、あのお店の中ではねそういった話とかもね僕全然あのしますし、ね、自転車だけじゃなくてもちろんバイクもそう、ね、車もそうですけど家とかもそう、家買いたいなと思ってる人、どこで買おうかな、どこの工具がいいかなとかね、多分ねこれ多分全国、まあ本当世代別で見ても一番気になることをブワーッと集めていったら大体みんな同じ質問集まっちゃうと思うんですよ。まあ僕も実際そういう時があったからですね。だからそういうのとかも全然ねみんなでこう
話したりとかしてもね、また面白いんかなとかちょっと思ったりするんで、まあよかったらね、 YouTube ライブするときはまた事前に告知しますんで、よかったらいっぱい質問してください。そんな硬い話なんてしなくて全然平気なんで、むしろちょっとこう硬い肘力抜けてた方が楽かなと思うんでですね、硬い肘抜いてね、力抜いて皆さんでね、チャンネル登録してぜひこの動画をね、また皆さんにたくさんの方に広まっていけばね、いいかななんて思ったりします。はい、いかがだったでしょうか、本日のねアイテム紹介。これね、こういう感じになってるか、ね、かっこよかったですね。開けてもいいっすね、なんか、うん、ね、なんか別に止めんでもいいかなっていう感じするし、逆に言うとこれ、ちょっと待って、羽織だけでもいいかもしれない。確かに、なんかそしたらなんかチャイナ感もそんなに出なさそうっすよ ね、まあでもこれわざと俺出したいけどこのチャイナ感っていうのは、このチャイナボタン、わあ、でもやっぱさらっとしとっていいね、めちゃくちゃね。ぜひね、ジョン・メイソン・スミスのシャツ、マインドにもジャケット店頭にご用意してますんで、ぜひ店頭に在庫がある時にね、いらしていただければいいんじゃないかと思います。すみません、じゃあちょっと長くなっちゃいましたけど、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。